100周武道具店の動画。違うって。違う、ほんと、それそれ。昨日見てたらやっぱりそうだった。いや、マジ。え？もう始まってる？こんにちは、店長のうがです。お願いします。今日は足の動画の2本目のビデオになります。1本目見てない人はそっち先見てくださいね。みんな繋がってるからね。じゃあ前のビデオ、1本目のビデオのおさらいから少しだけやらせてくださいね。まず1番目、剣道では右足から全て攻めたり踏み込んだりするんだけど、その右足を動かす力の源は左足。だから左足をしっかりしましょうって話でした。2番目は両足ともまっすぐ相手の方に向けましょうって話でした。足がこう開かない。ね。3つ目は左足のかかとを少し浮かせましょう。4番目は左足の膝の裏、ひかがみと呼ばれる部分をしっかり伸ばして少しだけ緩めましょうと。5番目は体重のバランスは右と左、同じです。50-50 です。6番目、剣道の際の、移動は全てすり足で行います。足をいちいちこう上げない、すって移動します。ここまでが復習です。じゃあここから2本目の動画は実際の足さばきとか足使いの話していくんだけど、なんでその足使いが必要なの？実は自分に有利な間合いに持っていくためなんですよ。自分は打てる。でも相手は打てない。っていうこのね、微妙な間合いがあるのね。ここにうまく自分のペースで持ってきたいから足使いが大事なんですよ。だから足が上手い人は試合も上手いし、審査も必ず通ります。店長小話。店長のうちはお父さんも剣道をやっていました。店長の6歳離れた妹がまだ4歳か5歳の頃の話です。父が妹に言いました。こっちに来て、そこに正座しなさい。お父さんが今からこの刀を抜くからよく見ておくように。父が呼吸を整えます。いつも布団を敷いて寝ている見慣れたはずの和室はシーンとした空気になりました。初めて見る居合刀にまだ幼かった妹も緊張気味です。正定居合の1本目、立ち膝からふんふん。お父さん痛い。なんと正座している妹の膝から少し血が流れていたのです。ちょっと格好つけて自分の娘の膝を居合刀で切った父の話でした。おしまい。右足と左足の役割なんですけど、右足は攻め足って言って、右足が向いてる方向に体が飛んでいきます。例えば右足がまっすぐ向いてたらそれでいいんだけど、右足が右向いてる人、これ右に体が開いて飛んでいっちゃう。左足は力足。力を込めて足を、体を踏ん張って出す方です。左足に力を込めるんだけど、この足裏はまんべんなく力入るの？じゃあ違う。実は力を入れるポイントっていうのがあるんですよ。左足のどの部分に力を加えるかというと、左足の足の裏側ですね。こっち親指でこういう感じでシワがあると思うんだけど、ここです。有線と呼ばれる場所。有線と呼ばれる場所から、こっちの親指側にかけて少し力が入るような、ここを中心に、親指側にも少し力が入るように力を入れます。ここで踏ん張るわけです。普段歩くときには、人によってはこちらの小指側、外側に体重が乗ってしまう人もいると思うんですけど、剣道の時はちょっと違います。剣道の時には、この真ん中、指の付け根ですね、有線っていうところから、親指側、内側、この辺りを中心に力を入れて蹴ります。左足の中でも特にどこに力を入れるのかっていうところを意識するだけで剣道が変わります。左足は外側、小指側じゃなくて内側、親指側に力を入れるんだよって話したんですけども、これは親指だけ意識してもうまくいかないです。もっと上の方を見てやります。この力はどこから来るかというと、足の親指の上にはまず膝の裏がありますよね。これの膝の内側に力を入れてます。ここにボールでも挟んでるかのように、それを潰してるかのように、ここにまず力を入れます。で、さらにもう一個上に行くと、ここにお尻の穴がありますよね。お尻の穴に力を入れると、膝も左膝の内側に力が入って、親指側に自然と力が入ります。だから、お尻の穴締め太郎になってください。お尻の穴締め太郎になると、左足がビシッと効いてきます。ひかがみも伸びます。じゃあまずは送り足からいきます。送り足っていうのは剣道の中で一番大事な足さばきです。みんなこれを練習みっちりしてるはずです。送り足っていうのは前後左右どちらでも行くんだけど、行きたい方向にある足から先に出して反対の足をすぐ引きつける。
これだけです。言葉で言うとこれなんだけど、前後左右実際に動きやってみますので、この通りできてるかちょっと見てください。じゃあまず、前、右、左、前、右、左、あと、左、右、あと、左、右、次、右、右、左、右、右、左、左、左、右、左、左、右、行きたい方向にある足から先動いてましたね。次、斜め前行きますよ。右、斜め前、右、左、右、左、左、斜め後ろ行きますよ。左、後ろ、間違えた、左、右、左、右、じゃあ次、左、斜め前行きます。ここだけちょっとややこしいです。これは右足から行っちゃいたいそうなんだけど、実は左から行くっていうルールです。はい、右、後ろ、右、左、右、左。ポイントはやはり左足のかかとを少し浮かせること、そして左足の、しかがみですね、ここ伸ばすこと、そしてお尻の穴締め太郎でやることですね。小さく早く行います。引き付け、左足の引き付けをすぐ行います。こんな感じです。前、前、あと、あと、右、右、左、左、前、前、あと、あと、前、前、あと、あと。それ覚えてますか？一本目のビデオでありました。僕たちは白鳥です。上半身、体の上半分はぴょこぴょこふらふらしません。頭、肩、腰、左手、しっかり水平移動です。下半身だけ動かして水平移動ができるように動きます。前、前、あと、あと、右、右、左、左、斜め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 と。次は歩み足ですね。前後にみんなが普段歩いてる歩き方を、こう足を上げずに、すり足で歩くと歩み足になります。これは相手との間合いが遠いとき、それを詰めるときに使ったりします。さっきの送り足と何が違うの？送り足の場合は、まあ右足前に出てることがほとんどだと思うんですけども、進んだら反対側の足っていうのは前側の足を越えないです。必ず後ろ側にあります。常にこの状態です。歩み足っていうのは反対側の足が越えちゃうんですよね。越えちゃう、越えちゃう。越えちゃう、越えちゃう、越えちゃう、越えちゃう。これが歩み足。送り足っていうのはこう、こう、こう、こう。歩み足、こう。こう、こう、こう。普段みんな歩くのはこうだよね。こうだよね。歩み足の方だよね。普段こうやって歩かないよね。これが送り足。もう一つ分かりやすいのは、礼した後、尊虚までの散歩です。これはどっちですか？歩み足ですよね。ここで尊虚します。礼した後、これが送り足だったら、1、2、3。こういうことになります。なんか変だよね。次は踏み込み足です。踏み込み足は最初にやった送り足。送り足。送り足の大きいお兄ちゃんだと思ってください。大きいお兄ちゃん。大きいお兄ちゃん。実際に面を打つ時の足。踏み込み足です。踏み込み足は実際に打つ時の足なんでね、一番使うと思うんだけど、うまくやろうとすると細かいところが大事になってきます。このビデオで最初にお話したところだけど、左足の親指側の付け根ですね、小指側じゃなくて親指側に力を入れます。そして膝の裏、ひかがみ伸ばします。伸ばしきれない、少しだけ緩めるんだけど伸ばします。そしてお尻の穴締め太郎になって、左足の内側にこう力がねずーっと入るようにします。あと上体はまっすぐ、首はねこの襟元につけるような感じで、そうするとまっすぐ前見えるから。そしてお腹、下腹部に力を入れて、ここに力を貯めて水平移動です。上に飛ばない、水平移動でメーンと飛ぶようにします。踏み込み足で難しいのは、やっぱりこう手と足のタイミングを合わせることなんです。やーって構えてて、実際に振りかぶって、メーンって当たるとき、当たる瞬間と、右足の踏み込みのドーンっていう瞬間、これを合わせてやる必要があります。やー、ドーン、やー、ドーン。これが、特に小学生は足の方が速かったりするんですよ。やー、足が先にドーン、後から手がついてくる。やー、ドン、パーン、やー、ドンバーン、足が速い。本来はやーバーンと一緒に打たないと強い打ちは打てません。あと注意点としては、右足を高く上に上げすぎないってことです。やりたいのは平行移動ですよね。上じゃないですよね。平行移動。だから右足を高く上げすぎない。あとこれやってると、かかと痛めますよ。せっかく前に飛んだのに、左足の踏み切りが不十分、弱かった。左足が残ってしまってる人、これずり足って言います。特に左足がこう種目足になってる人、よーく注意してください。また、左足、こう上に跳ね上げちゃってる。跳ね足、これも良くないですね。じゃあ最後に、継ぎ足やります。継ぎ足は、最初にやった送り足とか、飛び込み足。
送り足のお兄ちゃんね、飛び込み足をやるときに前後の体重バランスがうまくできてなくて右足から前にできないこと、要するにこの左足がちょこっと動くんだよね。ちょこっと動いてからよいしょと、ちょこっと動いてからよいしょと、でこのちょこ、このことを継ぎ足って言います。少しだけの継ぎ足の人もいれば、もうこういう継ぎ足の人もいます。もう歩み足みたいにこう出ちゃう継ぎ足の人もいます。その方が楽だから。継ぎ足する人は要するにここ親指の付け根のふもと、有線のあたりで踏ん張れてないってことなんですよね。体重バランスがおかしいっていうのが一つと、ここで踏ん張れてないのでこう簡単に出ちゃうんですよね。踏ん張る踏ん張る、そして必ず右足からトンと出ます。そしてこの継ぎ足してから打つ、この継ぎ足してから打つ、この継ぎ足、これがなんでダメかっていうと、これやってる間に、継ぎ足やってる間に打たれちゃうんですよ。この間でもう打たれちゃうんです。考えてみてください。こっちは継ぎ足しないと打てない、でも相手は継ぎ足しないでもういきなり打ってくる、どっちが早いですか？こうやってる間にもう打たれるでしょ、一歩で。だから継ぎ足っていうのはもう特に悪い癖ぐらいに思っておいてください。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。